ヘイヨー、ケンツメシです。はい、今日もね、クラッシュガイドに動画撮っていくんですが、皆さん画面見てください。昨日ですね、日本一決定戦の第一次予選が行われまして、自分は F ブロックで戦いました。開幕からガンガン飛ばして、残り20分時点で311トロフィー、2位との差を73つけることができ、まあ全勝ですね。全勝できたので、もうここでね、ステイして、ステイして、最後までね、結局戦わず行きましたと。ちょっと音量がでかいな。で、最後に戦わず行って、2位ですね。まあ、20分ぐらいステイして2位だったんでいいかなって感じですね。まあ、といった感じで無事、12位までが通過ラインだったんで、まあ、無事通過できたのかなといった感じで、とりあえず、第一予選を通過できました。先月はちょっと残念な結果だっただけに、今月はね、しっかりと突破できたんでよかったかなと、まず思います。ありがとうございました。で、使ったデッキ、明かしてもいいんですが、どうしようかな。今日も予選あると思うので、とりあえず、伏せときますと。まあ、でも、ツイッターとか見たら、ケンツメシの使ってるデッキ別に分かるっちゃ分かるんで、で、まあ、今、打ちちゃったね。バカ野郎。ケンツメシのバカ野郎、打ちちゃいました。このデッキですね。はい。まあでも、これね、結構使うの難かったりするんで、まあ、練習してから使った方がいいかなと思いますね。一応、グラチュが12勝もしつつで、今も勝っていく感じですね。で、1個リプレイ見ていきたいと思います。これですね。一番ビューが多いです。最後の試合ですね。525ビューですね。まあ、サムにもあった通り、いっぱいの方から感染されたんで、まあ、すげえ面白かったですけどね。で、まあ、このデッキは三重子と神器、三種神器ですね。で、今週末にこう、バランス調整があるって聞いて、まあ、今日明日とかに来るんじゃないかなと思ってるんで、またそちらの動画もね、今日上げれたらいいかなっていう予測のもと、今日は一本目の動画はこう、早めに上げてる次第でございます。まあ、小嬢ババが強えな。で、ここでしっかりとポンプまで削りに行けると最高ですね。ただアドは取られると。いった感じでやってます。もう紙吹雪がすごいですよね。まあ、今ポイズンがやっぱどうしても多いので、やっぱヒールが強いかなって感じですよね。ヒールがとにかく、マジ強いですね。で、こうポンポン送って上がったんで、もう30死ですね。で、またテクニック動画とかも出していくんで、またね、お待ちください。夏休み中には完成させていきたいです。で、グラチャが12社40箱動画を撮ってたんですけど、途中から動画回し忘れてたんで、実際は5、6、7個ぐらい12社できてるんですけど、動画としてはの3個ぐらいですね。やばいっすわ。さあ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 。まあ、とか、そのうち、スパマジ100連とかもやろうかなと思ってるぐらいですね、正直。ウルトラレアとかをレベルアップさせたいので、前のアジア大会で賞金が入ったんですよ。で、それをちょっと使いつつかなって、まあ、1万ドルなんですけど、まあ、ドルが何円かわかんない人は調べましょう。この際に勉強しましょう。ここね、結構やばいね。こうゴリ押しに対してきつくて、でここはもうタワー捨てって感じですね。タワー捨ててって感じで、ダクネクが強いんだよな本当に。で時間見てこれはもう言うので逃げ切れると思ったんで、オッケーですね。ちょっと危なかったけど。って感じの試合をこう繰り広げてきましたという感じですね。どうせ皆さんあれでしょ？大会宝箱開けてくださいとか言うんでしょ？わかりましたよ。わかりましたよ。はいはい。エメ今ないんですよ、マジで。335しか。なんで、
まあ、あれっすね。今、ショップだけに来てるんで買いたいんですよね。まあ、時短すぎか。ばー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 。よくとか来んねえかな。あ、まあ、コウモリ美味しい。スクショ取っといて。で、このまま終わるのもなんなんで、まあ、これ使ってもいいんだけど、まあ、あんまね、そう使い方見せると今日の人がこればっか使っちゃうと思うんで、これで、マルチ数戦いってって感じですね。イーブン的だし。まあ、ダクネクは下方来るだろうね、正直。うん。で、今、ネットで軽くこう、本当かどうかわからないけど、みたいな。オレンジジュースさんっていうこう、実況者がいて、海外の。まあ、その方がいつも大体バランス情報をリークするんですけど、その方の、一応、バランス調整あったんで、まあ、それを元にちょっと後で動画撮るかなと思ってるんですけど、本当かどうかわかんないんで、まだ手出せない状態ですね。ただそこには、まあ、ダクネク加法とか、掲載されてたので、まあ、気になる方はこう、動画の概要欄にこう、下にケンツミシのツイッター貼ってあるんで、そこから飛んでもらえれば、多分大丈夫かなと思います。クラロワのね、ツイッターはね、作るべきだと思いますね。面白いですし、情報が入ってくるんで、ぜひ作ってみていいかもしれません。で、IT もこれ、ポンプとダクネクに、ライトニングってきたよね。うん、普通にこれはありな手ですね。で、こっちもゴベ出して、ダクネクっすね。3レベルになったんで、まあ、相当使いやすくはなりましたね。さあ、来ました。ダクネク出して、まあ、って感じですね。様子見で。相手もダクネか。で、ここにライトニングっすね。ポンプ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。んーで、ダクネクだし、ライトニング持ってるんで、結構ね、難しいっすね、ここは。オッケー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 。うわー、マジか。そっちか。はい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 。さあ。オッケー、勝ち。危ない危ない危ない。メガゴの相手の位置うまかったっすね。じゃあもう一戦行って終わりにしようかなと思います。なんでまあ今日はこう、大会ね、無事予選通過しましたよっていう動画と、まあ今日2本目にもしかしたらバランス調整の動画を上げれるかもしれないですね。よし。まあ何にしろ、二次予選はこうバランス調整後なんで、まあまたデッキ練り直してって感じですかね。まあ今日予選ある方はぜひ頑張ってください。よいしょ。ポンプ、これはね、逆サイ行きましょうか。よし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 。ダクネ出してかな、ボーラか。ダクネ出して、これ多分ガゴングレとか入ってるやつかな。入ってるんですよね、やっぱりこう。ミラーカードと組み合わせてきた数が。おっと、これは、これがね、コウモリの強さですよね。ちょっとタゲを取ったところが。相手のインフェの位置がちょっとありがたいですが。
ダクネが入る。これダルメっすね。オッケー。で、ここにポンプに5打ってきてもエリアドは取れるんで、まあ、OK ですね。まあ、ダクネ出してもいいし、ゴール出してもいいし、ベビードレ出してもいいしって感じですね。まあ、でもゴール安牌ですね、正直。ゴール出して、ああ、ミラーカードですね、これ無視です。で、ですよ。ここに、ああ、相手のインフェの位置が1個後ろか。今の位置にダクニング出すと、インフェのタゲ取ってっていうなんか面白い動きするんですよ。それやりたかったんですが、ちょっとできませんでしたね。で、これ、ミラーカード来ますね。はいはいはい。なるほどね。まあ、こうなったらもう一個落としたらもうインフェなんて飾りなんで。よいしょ。まあガゴムレが怖いっすね、マジで。うわ、これはうめえ。虫。これを止める。で、6、7、8リ。コウモリ溜まる。コウモリ強いよね、ほんとに。コウモリつかまあ、ダクネが強いんだけどさ。って感じで、今回は2勝できました。よかったです。てな感じで、お、期待してるよ、レジェンダリー。マジカルチェスト、ありがとうございます。さあ、てな感じで今回は、大会をね、通過しましたよという動画でした。では、皆さんまた今日の動画で会えると思います。では、飯食べてきます。